全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。うつ病と診断された人は日本だけで100万人もいるとされています。不眠、不安、意欲減退、起死燃料、焦燥感、絶望感、趣味や関心の喪失、食欲不振など、いくら言葉で表現したとしても実際に経験しなければその苦しみは理解できません。このうつ病での苦しみを何とか和らげる方法はないか、そう考えたことがあなたにはあると思います。その質問に対して、医師で世界的なマジシャンでもある志村さんはマジックの手法からうつ病対策を語っています。志村医師はこのように語っています。マジックは観客にその種を思い込ませて錯覚させてしまうもの。種明かしをするまでその思い込みは解けません。悩みもこれと同じで、自らが悩むように思い込んでいることがほとんどです。悩まない人間はいません。なぜなら人間は言葉を持っているから。その言葉によって自分に思い込ませる習慣があるからです。でも言葉を持たない動物や赤ちゃんは悩むことはないのです。またうつ病対策として次のようにコメントしています。過去の嫌な出来事や悪い思考が頭の中でループしている状態を反芻と言います。まずはこの反芻をやめること。なぜこんなことになってしまったのだろうと反芻ばかりしていると、身の回りのことが手につかなくなります。これがあったせいで自分の人生はダメになったと思い込むほどぐるぐる反芻してしまい、うつ状態になってしまいます。悩みの種である反芻をやめるためには、反芻に気づくことです。気づくことができれば別の行動をとることができます。掃除、洗濯、料理、何でも構いません。代わりに好きなこと、熱中できることを探しましょう。そうすれば自分なんかダメだという思い込みが次第にポジティブに変わっていきます。志村医師は反芻という言葉を使っていますが、要は過去の嫌な出来事を何度も思い出したりフラッシュバックしてしまうことですね。このフラッシュバックをなくすことがうつ病の改善にもつながるということです。とはいえ、何もせずにいるとどうしても嫌なことを思い出してしまうものです。なので志村医師の言う通り、別の何かに意識を向けることが大切ということですね。私も過去に抑うつ状態になった時、フラッシュバックに悩まされました。繰り返し何度も嫌な思い出が蘇り、自分ではどうすることもできずに次第にネガティブになっていきました。そんな時にゲームをしたり映画を見たり好きな本を読むことで意識を別のところに向けることができ、フラッシュバックも減らしていくことができるようになりました。もちろんうつ病が悪化しているときは趣味を楽しむこともできなくなるので無理は禁物です。でもうつ病の症状には波がありますので、調子が良いときにでも趣味や楽しいことに取り組み、フラッシュバックを防ぐということでうつ病改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。